猫ザネの次竿の入りも取れないほど早いよ食いが、ね、また猫ザメだっぺ今度から魚上がる前に何の魚かご用意してください。ワサだよ。嘘、ワサいるの？マジ？じゃあさっきのモーニングのあたりは猫ザメじゃなかったんじゃん。もうゆるゆるまだいるんだこれ。はい、いいよ勝負が。潮止まっちゃう前に、はあ、テンションかけんのが大変になってきた。気配はあるっけんな、気配はあるっけんな。これ違法もんだっぺ。そこまで巻くこれはワサじゃないでしょう。はえよ勝負は。ペロリ食わしちゃうな。塩があればだな。塩が全然ね。見えてきて本心になっちゃってるぐらい。食わせ講座やったね。マルキュー食わせ赤貝じゃなくてマルキュー食わせ講座。美味しだったよ。うん。お違う、わさっこか。今の食いでいいよ、わさじゃん、うん、ミニジロじゃん。口ジロ、ミニジロ口ジロじゃなくてミニジロ。お、いいやつだよ。量計、うん、量計ミニジロ、ジロジロ。まさかよ。あいよ、まあ、ええー、な。ゆるゆるになってまだわさいるんだな。今の本質だと思ったっけんな。いい当たりじゃん、いい当たりじゃん。持たれていっちゃい、いい当たり持たれてる。いきそう。わさかい。早っ。いたずらごぼうが早っ。塩が早いならいけんな。塩が早いならいいんだけど、いたずらごぼうが早いよ。うわー、ぶら下がってはくるけど取っちゃう。わさいるんだね、まだね。おとなしいと思って虫塩じゃわさっけもねえよ。水温上がったんや。いや、同じだよ。同じ。 36.5 度すってんでんなっちゃうよ。ダメだな、こら。朝になっちゃうんかよ。ゆるゆるすぎるよ、しようがなさすぎる。やってるわ、デハよ。またわさ？ここでわさじゃねえねえって本物になりそうだけどね。お、いいんじゃないこれ。あ、待ってね、ちょっとどうら。今いいだろうこれ。あ、出てべ。出てない。寝越しじゃねえってっけんな。これは根に入ったわさじゃないじゃない。これはわさだよね。へえ、そう。出てらで、出てらでよ。出てらでよ。泳いでらで、泳いでらで。鉛が引っかかった。嘘。はいな、勝負がな。でねえかい。なんでもねえや。強制テンション強制テンションかけねえとどこ当たりが取れねえよ。
まさっこだな。ゆるゆるになっちゃうとドバサが出てきて、止まっちゃうとたちまちウツボだもんな。はっきりしてるよ。じゃあね、ほら。フラストレーションたまるあたりだね。まさっこ戻っちゃうもんな、戻しちゃうもんな、逆走しちゃうもん。端を抜けるな。うん、そろそろ巻いて巻いて手巻き寿司だよ、もう本当に。巻いて巻いて巻いてる逆走どこ行ったんだろう。張ってきてテンションかけて餌を入れるしかねえ。しようがねえ、抜けてきちゃってるよ。やばい。いい当たりだっけんの。テンションだけかけとけば朝は食うだろ。狙ってる魚が違います。でもちゃんと朝18号16号で釣ってるからね。日本針じゃないから。ああもう船回ってきたよ、かなり。ここ見坂だ、やっぱな。丘向いちゃうもん、いいもたれするっけんね。こんなのいいもたれしていきそうだっけんな、これ。もういいもたれじゃん。ふわ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 。走れ。やっぱり張りかけていかねえと走んねえの。全然いかねえ。カーリバンコ、カーリバンコってことは別の魚だね。いや、そっち行ったり来たりしちゃってる。じゃあ両方一緒に動いたら違う魚だっぺよ。じゃあ両方さあ、ゼノが餌口でっか当たるよ。サオは動くよ。いや、いい塩だよ。よりいいけど、もたれろ。ほら、ほら、ほら。どっち？80センチ。80センチ。いや、誰だっけんな。軽いか。ウッチーではないよ。塩あれば。いきなりで、いきなりですかい。若いなぁ。お目覚め早いね。塩さえ行ってればのこういう反応が出るんだけどね。え、あんで走んねんだね。何が気に食わないのかな。まだまだこの子には餌が大きいんですね。うちうちじゃねっぺ。いい当たりだったのに。嘘。最近のうっちゃん石田みたいな引きするんだ。うっちじゃねっぺよ。なんでここで暴れんの。ほら、うっちじゃねえよ、ほら。
嘘。確か今ウッチーじゃねえよ、ウッチーって言ったよね。イグイだよ、イグイ。イグイするほどいい魚だよ。なんだよ、あ、なになに、なに、浦安市猫ザメ。浦安市猫ザメかよ、マジかよ。これこの間手切ったからもう触んない俺。そう、捕まえたら捕まえたら手切っちゃったもん。浦安市猫ザメかよ、へえ。三留さんがよく釣るやつ。下行きちゃってるぐらい。またね、減っちゃうべ。あ、また外れちゃうな。はい、強制テンションからのやっぱりわさか。でもテンションかけとくと食うな。こんなグズジオで、お、ハエか、ハエじゃねえ、ハチか。強制テンションからまだまだ朝になっちゃうか。でもウッチーは拾ってねえから塩はまあなくはねえかな。トンボが飛んでるよ。またミニジロだよ。いいミニジロだよな。両系ミニジロ。これでわさ乗っちゃってる。早すぎる。あ、抜けた。これ典型的な早合わせってやつ。やってはいけない、やってはいけないパターン。そう、このバレんなよ。これは本物だろ。一気で行くな。なんかもう下りっけだっけんな。まさかい。本質じゃねえ。あんだけ突っ込んでいって本質じゃねえ。量計はさ、まさきさんまだわさだから大丈夫だよ。急がなくて。わさ掃除させとけばいいわ。きれいきれいに持っていっちゃうよ。いいわさで。ぶら下がっていかねえ。まだわさ、まだわさが来る。まだわさいる。わさそらしたらうまいね。針なんか18号で吸っちゃう。メジナ。野月さんはそういうの対象外らしいから。野月さんはその魚の対象外だから。それで今度でかいの釣られちゃうよ、また6キロの魚を。2人になって1投目。風潮逆だけど、まあまあ潮はなんとかあるな。潮もあるけどやっぱ反応が出ちゃうな。やっぱな、潮は行ってったな。うわ、コンディションはまたコンディション最悪になるけどな。潮さえあればな、なんとかなっちゃいそうだけど、こんなもんしか入んなかったりしちゃって。はい、立派な早くも気配あり。1投目まだわさか。わさわさしちゃってる。わさわさしちゃってる。うつぼじゃねえ。うつぼじゃねえ。わさ、うん、わさずらしたらうまいね。うまいでしょ。ほら外れた。そんなこと言って外してよ。よく外しますね。今のは悪い食わせ方の仕方。散らしたんだから、わさを。
竿掛け動かないけど、竿掛け動かん、動くような魚が来ないよ。フィストにならない。そうやって行ってこいになってるくいそうだっけんな、あれ出れば。道とかすげえ泳ぐの、これ。私は逆だから。まあ、晴れてるといい当たりになるもんな。張ってかでも、晴れてると張ってもういいよな、行ったっぴや。晴れてるとあんだ、おー、行った行った行った。おー、行った。晴れてるかどうかではテンションかけとくしかねえな。早い勝負が。でも、わざだな。これで本石になってもらいたいけど、まだグズグズだろう。まだ上が動いちゃってるよ、潮が。本石になれ。ぽいよ。まだまだ潮がやで、もう。やっと変わったぐらいだよ。うん。昨日あたり、潮じゃこのわさも出ねえもんな。これがもう出ちゃうの、ゆるゆるだと。このぐらい先生うるさいから出しすぎとか巻きすぎだとか、はい、いいわすね、うん、開いて。ちゃうな。結構減ってるようにして良そうだよな。もう一頭できるぐらい差がついてんじゃん。それで3回ぐらいやれるよ。だからやったじゃん。早えよ勝負がすったのは。ね、早えよ。いやいい当たりじゃん。いい当たりじゃん。行くべ。やっぱり行ってこいになってるといい当たりに出んな。そこで行かない。行った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 。野月さん、おいった、おっしゃ、ほら乗ってべ。最後の最後までわさか軽い。なんでわさになっちゃうんだ。よし、冒険しよう、これで。昨日やったとこあたりであんなにしようがねえ。でもわさ、こんだけわさになっちゃうもんな、しょうがあるとな。ほんでやっと潮入ったから、ほんでちょっと本石狙い。わさだっぺ。これで本石になってる、この石。へぇ、確実に一頭必中釣れるじゃん、野月さん。ねえ。へぇ、こんなんなっちゃう。こんなん違うの。いい潮行ってきたな。いい潮行ってきた。よし、移動。わさはもう終わり。遊びは終わり。温泉指導やっと潮来た。おもり軽くしといていいや。ゆたっぽいゆたっぽい。もう一度よ。そう曲がねば。竿掛けは曲がっちゃうな。竿掛けの知ってるじゃない。これちょっとべ、ちょっとべ。ああ抜けちゃう抜けちゃう。ダメだ。変な時合わせちゃうと。乗ってる。乗ってる。もう一回合わせといた方がいいよ。変な時合わせちゃってんの。ああね入っちゃうね。ほらまずい知ったっぺ。やつ出ちゃうよ。抜けちゃうよ。そんじゃ。竿が抜けた時合わせちゃってる。竿尻が動いちゃってんのと、メーティーがねばダメだ。完全抜けちゃってる。べえ、どれこれ言っちゃうべ、これ。本物だっぺ。うん、わさじゃねえよ。これ本物だよ。これ本石だよ。これは本石だよ。あ、ねえ、行っちゃうな。そこ切っちゃねえとみんなやっちゃうな。そこ切っちゃねばダメだ。これは本物だろう。わさじゃねえだろう。わさは根に入りません。一投目から食わしちゃうもん。探れればだよね。早い早い早い。これはちょっとタモがいるかもしれない。タモ、魚らしい魚じゃん。久しぶりって、久しぶりに釣りしたじゃん。久しぶりに釣ったんじゃなくて、久しぶりに釣りしてきたじゃん。
いいやつだ。冒険で大丈夫、冒険で。オッケー。ああ、頭がダメになっちゃう。すごい。冒険の旅で一投目。気持ちいいね。よし。気持ちいいよ。いいやつじゃん。うん、60近いじゃん、もう。58巻じゃん。いいやつだよ。飲んで。ああ、そう。飲ましちゃった。飲ましちゃった。散らしちゃうんじゃなくて。のんべえだね。気配出てる。テンション。うん、風やんできた。うわ、いい当たりじゃん。持たれちゃうじゃん。やっぱり遊んでるよ、結構船は。ほら、張っていくとすげえ当たりがあるもん。これこれ、張っていくとすげえもん。張っていくと音が出ちゃってるもん。やべやべやべ。おいしい資格はねえ。ああ、またそこやっちゃった。出たか。すげえ寄ってんな。キワいな。あ、道とかもあと2号しかないよ。すれちゃって。16号ないからお客さん、そんなに強引にやっちゃうとバレちゃうよ。いやー、はい。もう手つけずで上等だよ。早い。これ一分。そうでもない。まあまあ。俺にはまあまあには見えないけどな。いいやつだっぺよ。うん。まあ、わさと比べるといいやつだと思うけどな。いいやつじゃん。かんちゃんじゃねえべ。野月さん、いいよ。釣りしていいよ。俺もう、玉焼くから。釣りしていいよ、餌打っていいよ、見てていいよ、さ今チャンスだよ、もう連発してっから、ほら餌入れべ、餌入れべ、もう待ってね、待ってね、待ってたら釣れねえど、何発来るかぐらいあるよ。ずいぶん時間かかんじゃん。ドラグジュルジュル出して遊んでない。オスだな、オス。こんなにぐー、こんなになんか魚違うんじゃね。これちょっとバラしたくないな。どういう顔してる。オス、ほらいいべ。あー、そうでもねえか。あー、いいね、会心の一撃、二撃だけど。ねえ、でかいと思うんだけど、まあまあらしい。感覚が麻痺しちゃうからも。上がってこないよ、まあまあの割には。でかい。巻きすぎた。いいじゃん。了解。ああ、いいね。70はねえな。すげえ傷んでんな。70はねえけど、おお、危ねえ、危ねえ。危ねえけど、いいやつだぞ、これ、ほら。あ、こら、いいや、ほら。やったある、ほら。でかい、太鼓あんじゃん。いい魚。久しぶりの漁系。この間の67やと同じぐらいあんべ。こっちの方が目方があんべ。なんか目方がありそうだよね。幅があんべ、すげえ、幅が。いいやつ。おぉ、でかっ。あ、わかるね。さっきからこれが素張りしてたんだ。なかなか。いいやつだね。久々だな。こいつに会いたくて。飲んでる、うん、最近の石田釣りじゃ飲ませるんだね。何すると飲むわけ。飲んでね、完全に地獄だよ。ああ、やっぱ完璧地獄だよ。ハンドルロックで地獄。